洋画は、中華人民共和国の河北省南部から中部を流れる河川の一つで、海岸水系の西南の支流に属する。寒丹市、峰本港区にある太閤山脈の山、山の南陸に発する。源流域には、元宝線、国流道線、工場線など72カ所の泉が湧き出しており、これらの水が合流して、洋画となっている。寒湛市、境大市、 高水市と河北省南部を縦断し、総州市の県県で、山西省の五大三北部から流れる高輪と合流しガががとなる。全長は 403km で、内関端市域を流れる部分の延長は 169.8km になる。かつて洋岩は水量が多く、関丹から天津市や北京市などへ向かう、水上交通の重要な幹線であった。 1950年代中期までは、関東と天津の間を小型貨物船も往復していた。しかし、上流での工業用水や農業用水の需要が急増し、取水量が増えたため川の水量が減少してしまった。現在では、川幅も狭くなり、雨の多い季節以外は流れが途切れて、枯れ川になる、暖流も起こり、水上交通路としての機能は果たしていない。 洋岩沿岸のゴミ捨て場また、工業排水や生活排水が未処理のまま川に流れるため、洋岩は非常に汚染されている。大部分の地域では重度に汚染され、飲用、漁業、養殖、灌漑には適さない。水も往々にして、茶色や黒色に染まり、川沿いでは悪臭に悩まされている。ありがとうございます。